スケールドで回避ゼロにするよ。オーケー、はい、結構ここパン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 、スケールドちゃんどこだっけ、なんでだろう。ディディ。誰かいない。だ、俺でこれディディ聞こえてねえのか。ディディ、ダメだこれ。終わってる。いや、ディディ聞こえてねえけどこれ。このままやろう。ディディだしどうでもいいや。どうでもいいとか言ってるぞこの人。お陰キャ転生お前黒だろ。え、この一緒に陰キャ転生ずっと追いかけよう。いいよ。よし。これでさっき負けましたちなみに。はい。追いかけるよ普通に。追いかけるよ。追いかける。いいよ噛んだらだってコノが通報してくれるもん。オッケー。インキャこれコノのことせーので噛まね。オッケーいいよ。せーのもなんもねえだろ。せーの。頭悪いね。あ逃げた逃げた逃げた。いなくなったな。えどこ行った？上行った上行った。ちょっとでもういいや飽きたわ追いかけんの。インキャ転生インキャ転生インキャ転生いた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 。録画してなかったわ、また。うん。うざ。いやー、見ないよなー、そこ。殺される。どうしようかな、これ。殺されるって。ディディ噛むか、これ。殺される、やばい。どうせこいつは聞こえてねえもん、喋れねえもんな。ここで噛むか、俺人狼なんだ。ディディ。俺噛んである、お前のこと。おいディディ、俺お前のこと噛むからな。やばい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 。おいディディ。ね直せない俺ちょっとやってこれ。あディディ人狼だ。人狼だディディ。下手すぎ。時間稼ぎマジ。下手すぎて時間稼ぎしてた今。よし、オッケー。死んでるな結構。この打ちまくってる、この打ちまくってる、いない。ああ。え？おかしいなんか。コノの動きが上の方にいたコノ。え、いやもうそんなこと言ったらディディも俺らも浮いてたぞ。ああそうか。のせちゃん？あれのせちゃんはさっきいなかった。陰キャいる。陰キャが見えたと。あ、そういうことね。あいやいやそういうことね。人狼が隠れていたと。こっちが死にすぎじゃね。こっち側死にすぎじゃね。アルゴ上探しに行かね。いやこのマップはもう多分タスクする必要ない、タスクする必要ないこのマップは。もうあ、あった。ガチ死んどる死んどる。これそうだわ。死んでんのこれ。いや俺コノだと思ってたのに噛んだの。いやわからん。いつもちなみに陰キャ転生にずっとついてって言ったと思うけど。あそっか、陰なのか。陰キャさんってどこにいたっけ。いやコノさんは普通にはぐれた、通信室らへんでもうはぐれた。嘘ですねー、きしょー。え、通信室来てたっけ、インキャさん。いや、一瞬入って、なんか5人ぐらいいたから普通にやめた。なるほどね。え、みんな、インキャさん見た？最初にクンディーディが直してたでしょ。だからもう見た。ああ、いた。じゃあ、間違いない。じゃあ、その中は見てるはず、そこは。いや、俺はディーディーの声聞こえないふりして遊んでたから。はっ？うん、聞こえてるよ、ごめん。いや、聞こえてるけど、聞こえねえって言って遊んでた。カフェテリアの上の方にヤツさん死んでました。カフェテリアの上。じゃあ、これインキャだ。俺が俺ウェポンルームからカフェテリア行ったら、え、だって俺カフェテリアから、絶対俺じゃない、絶対俺じゃない。あれ鶴貝さん、俺ウェポンルームからカフェテリア行ったら陰キャがいたじゃん、カフェテリア。よかった、俺右上のなんかダウンロードやったけど。じゃあ上の方見てないのか。ダウンロード、てかてか、それはいつの話、最終だから最後。で、カエルやつとかが噛まれてるのも意味わかんないけどね、正直。多分、今、アリバイ誰が取れる？多分、デキヨコディディは出せるんじゃないかな。いや、デキヨコは最後だけ。いや、デキヨコは知らん。え、ずっと一緒だった人って誰？今いるよ。と誰？通信室からなるけど、ディディは多分無理。ディディは俺が出せる。ディディは俺が出せる。他は？真っ白い。他はもう一人で動いた、ちょっとでも。無事ちゃんだろ。これはね、医療室で、あっ人はいるはず。でその後陰キャさんと一緒に通信室まで行ったから、そこでアリバイがあるはず。は？え？
から一緒に隠居さん通信室、うん、いや、なんか会話してないから、何が聞きたかったか、陰キャさん無視してたよ、これガチで陰キャだった。いや、陰キャ転生の可能性あるけど、ちょっと今聞いてほしいのは、アリバイ証明人狼だったらやると思うんでね、この段階で、ほうなんか、あ、互いに、そう、互いに、で、取ったのがイニンとアルゴンだけだから、ただのなんかちょっとした参考程度だけど、イニン・アルゴンのコンビはちょっと気をつけた方がいいかもって思いながら、陰キャ転生ってもいいと思う。みんな通ってんじゃん。俺カフェテリア上で、え、だ死体はどこにあったの？だって俺絶対見てない。カフェテリア上っていうのが嘘なんじゃない？見逃したのは。だってインキャいたもんそこに。ああ。あ、じゃあ、俺その前にさ、その上の方行こうってあるもんってこと。一緒に見たでしょ。え、死体はどこにあったのって。カフェテリア上。カフェテリアの。え、イニンとアルゴン最後までいたの一緒に。うん。右のウェポンルームに。え、最後まで一緒にいたの？絶対いたよ、俺絶対いたけど。やばい、時間ないよ。イニンだ。これ、イニン。イニン、イニン。いやでも3人死んでるから これ入れないとやばい。噛んでない噛んでない噛んでない。イニーさん噛んでない。いや絶対右上ないよ。いやあるよ多分最後ガソリンやってなかったよマジで。全員釣るぞマジで。やってその後イニーさんと上行ったんよ。復讐だって全員釣ってくれ頼む。釣るですね。これ釣ろう。かな。この人数が俺に入れることあるか。まあ、クンさんがなんかここで白証明し合ったから黒いねっていう。まあまああとアルゴンのガッツに頼むしかないな。リゴちょっと噛みたいかな。暗いところ行こうよ。あ、オッケー行こうか。行こう行こう行こう。いや、俺ディーニーじゃないと思うんだよな。ってことはクンさんも違う。であれば、いや違う違う。別にディーニー人狼で俺村とかあるからね別に。あ、普通に俺人狼かもしれないだろ。確かに。普通にサボタージュが起きないと。これ野次だろお子さん。これ陰キャっぽいんだよな。ええちょっと待って、ここでメルトダウンってそういうことじゃね。なんかこのメンツがここにいるときメルトダウンを起こすか普通。起こさない。野次じゃないよこれ。野次っぽい。やんないよね今。のじゃ、一緒に噛んだら終わりだよ、これ。おいで。のじゃ噛んだら俺噛む。ないね。これ B にいるから。いいよ。いや、と、いった。あ、噛まれた。あー、マジ？あぶねー。行ったなぁ。もうわかんねえ。わかんなかったなぁ。カフェテリアで噛んだらのじゃじゃでしょ。俺そういうことじゃないし、ね、俺だけど。あ、違うか。え、じゃあ、つぶがいがバカだったってこと？つぶがいが強く押せばよかった。じゃあ、普通に陰キャテース噛んでんだ。なんか、俺はあれだよ、アルゴさん、俺たちは回ってたから。そう、俺とアルゴで、誰か噛まれたよね。俺とアルゴで勝ちだったな。なんか、陰に何してるか分かんない。前進んじないな。サバイバー頭悪いね。サバイバー頭悪いね。本当に俺もそう思うわ。いやてかさっきのね悪いのはね、あのウェポンルームとか、てか俺噛んだわ。またあるもんでしょ。あるもん。1が悪い。さっきここで噛んだの。いやあのもっと右。ああ、トマスお前黒だ。俺黒だよ。黒だよ。普通に俺普通に D で噛むよ今。普通に噛むよ今。普通に今噛むよ普通に。普通に今噛むよ俺。早すぎる。ニュース222。今。うん。今だよ。うん。ウェイ。あー、いや、俺ここいる。あ。アドミン死んでるしね。あ、え？クンさん、噛んだくね？あ？今、電気室にいっぱいいたくない？今、相当死んでる。あ、今。ウェイ死んでる。やば。やべえ。わかる。最後どこいました？俺最後カフェテリアの左の方でまたちょっと遊んでただけだから、もう何のクンさんの偽物が噛んだ今。マジ？どこ？俺絶対違うよ。え、俺いなかったっけ誰か。アドミン？誰もいないところいた。クンさんの偽物っていう可能性があるつつ、本物のクンさん噛んでる可能性もあるんで、そのクンさん見てる。あの僕はカフェテリアあたりの陰キャ転生がさっきの試合の、まあ、ネタの続きをやっちゃってて、左上にいたら噛まれるかなってのやってた、カフェテリアの。だから、エインが噛まれてて、どこで死んでたの？ヘッドヤチが一緒にいて、どこにいたの？停電後に電気室。ノジャジャも行ったよね、アドミン。え、ノジャジャ？ノジャジャ？ノジャジャ？聞こえない？ノジャジャ？のじゃじゃじゃ喋れなくなっちゃったから。のじゃじゃ喋れてない。まあ、え、電気室にいたのって誰？電気室正面の時は結構いたはずなんだけど、トーマスは見てます。で、イニンも電直した。で、イニンもいた。え、じゃあそこのメンチじゃないの？のじゃじゃにがぶっと一人一回噛んだんちゃう。
だとしたら、クンさん噛んだのつぶがいっていうか、あのなんかわかんないけど、そんなたくさんいたんだったらその中に、え、クンのじゃじゃな気がするんだけど普通。あの、いや、違います。僕じゃないです。普通に本当に僕じゃないです。いやでもそれ証拠ないから何とも言えないんで。いや証拠ないけど。本物かもしれない。いやだから。一旦のジャジャかな。要注意。一旦のジャジャもいた。ジャジャはこれはね。ジャジャは喋れんの。ジャジャ喋れて。外したら負けなんで。まあ確かに。外したら負け。まあまあまあ。そうだね。喋れてないから。重いな。一応クンさん黒目。クンさん黒目で見てる。注意でイン取っちゃいます。注意ですこれは。僕は左上にいます。やるごんは一緒にいたから。兵糧士。ああ。なんで変えるの？なんで俺なの？関係ないだろ。クンさんに次ついていこうかな、やつ。クンさんについていこう。クンさんについていこう。行き連れたという。俺ここだよ。俺ここだよ。俺のポジションだよ、ここが。あ、ここいたんだ。そう、噛めない。クンさんもう噛めないから。クンさん見とけば噛めないっすよね。噛めない。てか、バカだぞ、お前ら。これやってる間に、なんか俺人狼じゃなかったら、この間に人狼フリープレイだからな。いや、なんか他の人も人狼だから。だってあれ喋ってなかったけど、見てたのお母さんぐらいしかいないしな。クンノジャとあと誰だろうな、もう一人。いや、つぶがいっぽいけどな、なんか偽物って断定するところがなんか。つぶがいってそんなバカじゃないと思う。さすがにあれで、クンさんの偽物って、なんか急に断定しかかるのは、さすがに知性が低すぎるから。つぶがいと、クンとノジャジャだと僕は思います。本当にやってんのか、そのタスク、お前。やってるふりだろ、お前。お前のことを見送ったのさ。お前黒だろ、お前黒だろ。ダメ。つぶがいどっか行っていいよ。やつが。いや、ダメ。やつが人狼だったら終わるから二人はいないとダメ。いや、つぶがいが定期的に見てくれればいいんで。そう、遅くない？そこ直すの。え、いや、なんもタスクないもんだってここに。あ？あ、遅っか。いや、だからタスクないけどここにいて噛まれるの待ちしてるってだけ。コミラボ、カルクが見てるか。うん、そう、この辺任せるか、あれついてきて。いいよ。エンジンでガソリンを拾ってもう一回左戻るから。オッケー。つぶがーい、つぶがーい、つぶがーい、右上移動するよ。右上に移動するらしい。右上に移動するよ。いや、クロさん早いに動くと怪しいんで動かなくていいっすよ。ヤチって生きてんのかな。ヤチって生きてるかな。カフェテリアちょっと見に行くわ私。はいよ。クンさんについてってなんかヤチとクンさん見てないんだよね。一緒にずっと一緒にいるクンさんとヤチは。ちなみに俺がタスクしてないから意味がない。絶対終わんないです。やつもタスクができないんで。タスクやってないから絶対タスク勝ちだけはできません。絶対終われない。ずっと一緒にいるくんさんとやちは。あれ？え、これカメラのとこ誰か噛んでない？カメラ見えなくなってる。赤いの点灯やま終わってるよ。あ、見てるか。うん、なんだこれ。あ、待って、噛んだ。カエルくん噛んだな。誰がカエルくんかわかんないけど、カエルくん噛んだな。カエル。会議入れられないんだけどな、私これ。あ、ピシュッ。あ、待って。あ、はいはいはい。わかります。カエルくんですね。俺、いや、違う。ない。え、でも、私カメラでカエルくんが噛んでるのは見たよ。セーフシスターかわかんないけど、それが。どこで噛まれてたの？場所は？早くない？カメラで見てて通報まで行けんの？ああ、そういうことか。カメラで見て、で、とりあえず知らせに行こうと思いながら。確かにカエルくん、俺、このカフェテリアとジョブエンジンの廊下ですれ違った。俺がカフェテリアに行くとき。俺、今、それがセーフシスターじゃなかったら。停電起きたから、いや、電気室に向かってる途中よ、今。それ、他誰か。さ、言える人いるの？いや、おらんけど、誰か向かってるじゃん、逆に電気室に。え、これ、つぶがいのとジョブエンジンですれ違ったってのはいつ？俺やちつぶがいは絶対違う。もう、左上でずっと遊んでるから、カフェテリアの。ちょくちょくカメラの方行ったけど。カメラで
カメラで見えてたでしょ。正直カメラで見えた。カメラで殺す瞬間見えた。まあだいぶどこで殺すとしか言えないんだ。上部エンジンの廊下とか。だいぶバカな気がするけど。いやなんかカエル君が人狼だとしたらさすがにバカすぎる気がするけど。なんか俺もシェイプ。だってしかもコノずっと見てたじゃん。見てた。で見てたの知ってるんだよね。いやしかも全員見てたこと知ってて、うん、さらにカエル君が噛むって、しかもさっき俺のシェイプシフターで誰かやってるわけじゃん。なんか。やるわけ、やる、さすがにカエルくんは絶対違うと思うけどね。トマスは最後どこ行ったの？どうだろう。炭素ルーム。つぶがいやちだけしか取れ、あ、まあまあ、コノもずっと見てるの分かったから。セキュリティームずっとじゃない、ちょくちょく離れたりしてたから。ま、うん、まあ、ね、けど、俺うろちょろしてたけど、コノはどこ行った、うん、違うと思う。これ、コノが人狼で塗らない。トーマスくんなんだよな。俺はどっちかだと思う。見てない。あの、アドミンのところの、アップロードやった。え、どっちもなんか、うん、なんかシェイプシスター、どっちも上手いからカメラ前で殺さないと思っちゃうんだよな。なんか誰もなんか、そうベタ的なあれで見たらなんか、ちなみに、割り出しフラットだから上手いからみんな。でもトーマス君はそれができないっていうのは多分、やつは証明できる。最初はノジャジャじゃないの、だからもう、確実に。最初は多分ノジャジャで連れてるんだけど。ノジャが全く。シェイプしなそう。じゃあノジャジャは偏見。最初のノジャジャが多分連れてるのは、私カエル君でいいかなと思うんだけど。いや、さすがに噛まない。まあ、とりあえず、そのセリフに関すら利用してるが、いや、気になってたのが、普通にしたらしないと思うんだよな。ダメかな、この理由。電気直さない理由が分からんねんで、とりあえず、俺はスキップ入れるぞ。見ちゃったからな。わかりません、僕には。見はしたから。でも、それ声出してみると、頭が悪いので、わかりません。外してたらダメだ。いや、わかんねえ。浮いてんのもトーマスって記憶だからな。照明だ。これ続く左上行きます。変わらず運転したのに、クロさんが上に行ったのおかしいっていうのをつぶがいは指摘しないのはもう頭おかしいです。やっぱりクンさんだ。普通にクンさんじゃないのかな。あとこれクンさんだろ多分。あ、クンさんだわ。え、おー、やばっ。うわ、最悪。え、これクンさんうまいな。敵をこう、朝に生きてるんで。あ、このとドアの入れ方は多分トーマスくんじゃないな。死体探し行くか。ガチなんて絶対ないだろうけど。お、敵をこ死んでる。危ねー。危ねー。コノさんです。コノさんが目の前で噛みました。いや、いいですよ。コノさんが目の前で噛みました。トマス君。いや、危ねー。クンさん、危なかった。危ねー。あと何秒かだったなぁ。危ねー。てか、ノジャジャも喋んないのもきついし、カエルもわけわかんねーし、無理だわ、これ。もう超頑張ったよ。ったらナイス、ハモトク。よく見つけたね。いや、カメラ捨ててよかった。危なかった、これ。危ない。カメラ見てるとこだったな。いや、これ無理。勝てない、勝てない。喋んねえ、人狼いたら勝てねえよ。惜しかったな。だって見たらクンさんの隣に死体あったんだよ。両手に死体みたいな。いや、3人あそこで殺してるよ、俺は。いや、ね、すごいよ。クンさんめっちゃ上手い。やばかった。スケルドでここまで無双したのはね、すごい。いスケルドかけるべきだったな。スケルドの限界だよ、これも。ノジャ喋れる？一打者くんさんが。喋れます？原子炉かけるべきだった。喋れるけど喋んなかったんでしょ？いや、ちなみにシェイプシフターじゃない。俺だよ、普通に。そうだよね。まあ別に、だからノジャジャは別に、まあもうしょうがないっちゃしょうがない。てか、ノジャジャのせいだろ、普通に。よし。しっかり噛んで。カエル君が噛んでない。よし。しっかり噛んだって生き延びてくれ。変なとこで噛んだんだろ、お前よ。最高効率でタスク終わらせれば。すべてをからくりしてる。最高効率でタスク終わらせれば。何言ってるの、こいつ。タスクしません。速度いいからすべてを犠牲にする、俺は。噛んでない。これ終わるタイミング同じだったから、多分陰キャ本物だな。20個目にガーってやったから。確かに全部外してないでしょ。外してない。これ白です。小籠包うま。殺したってこと？アップ。ん？ん？なに酸素ルーム、酸素ルームだな。酸素ルーム行こう。
敵、つぶ貝か陰キャ転生のどっちかだと思われる。あ、この子の飾り。あ、でね。ああ。うん。やちこっち。やちやち。はい。なんですか？ここでもう前線張る。カロス。あ、そこか。まあいい。まあここで。場所悪い。えぐすぎ。アホだろ。ああ。やし戻って、やし戻って、やし戻って。うわ！もうクソだな、これ。うわ、もう最悪。アリ地獄作戦やっとる。展開したら、こっちから。インキャさんだ。じゃあ、もう一回、もう一回こっち方面から見てくる。ぐるっと。やった？いないよ、こっち見て。全然いない、全然いない。ティリ、ここ行って、ここ行って。もう一回行く。いるかな、電気室。いない。あんまり見ないよ。もう通報ボタン連打しながら走り回ってる。二人来てる、二人来てる。通報ボタン。あ、噛んだ。クンさんが噛んだ。え、つぶがいじゃね今。え、クンさん。え、やば。これクンさん、クンさんが噛んだ。多分クンさんとディディよ。インキャとつぶがいは多分こんなにキルはできないと思う。これクンさんとディディとコノ。これクンさんとディディとコノだ。え、俺今見た感じは。いいけど、やちに置いてもいたよ。うん、私たちも見に行ったよ。あ、じゃあクンさんディディやちだ。クンディディやつ、オッケー。誰から、誰から、誰から。多分つぶがいだと思う、俺。クンさんからね。つぶがい、ディディが真っ先に、つぶがいです。おかしい、だから4、5人いたのに、しかも3人同時キルぐらいなのに、まずつぶがい1人しか言わない時点で、おかしい。なんか誰にされたんだ。これ誰に入れたの、みんな。いや、その場で俺、ディディ、俺、ディディに入れた。え、ディディ、ディディに集めて、ディディ、ディディ。クンさん、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 集めて、票、集めて、票。ディディ、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 自分に入れろ、ディディ、自分に入れろ、ディディ、自分に入れろ。やちもディディに入れろ。もうこれしかない。俺らの勝よし、勝った。もう今の自発が勝ったな。オッケー。あ、そう、やち入れなくて。でもこれあれだ。あれだ。いや、そういうこと。そういうこと。つまりそういうことだ。でも、二人とも。いや、もういいじゃん。絶対バレてる、バレてる、バレてる。二人とも下手だから勝った。はい、これ。通報連打で。通報連打で。1、2、3、4人な。オッケー、オッケー。マジで、はぐれんなよ。マジで、余裕だろ。電気の時どうする？電気の時。お前、はぐれんだよって言ったやつがはぐれちゃった。はい、カメラ。鳴らせ、鳴らせ。そろそろだ。え、2キル、2キル終わりじゃね？おい。え、2キルで終わりじゃね？これ。っていうか。これ。え、っていうか。いや、下行け、下行け。あ、上行っちゃった。上行っちゃった。上来い、上来い。上来い、上来い。キルクール溜まったら教えて。あと4秒、あと4秒。こいつ、いったな。おい、鳴らせ、鳴らせ！待って待って、死んでる、死んでる。ああ、ナイス、ナイス、ナイス。え？え？え？ちょっと待って。え？ちょっと待って。なんだ、そこでだ。これは、間に合わなかった。え、違う違う違う。ヤチが噛めばよかったんじゃね？え、ヤチなんで噛めば？すごい、どこ？え、ヤチ噛めよ。おい！おい、バカだろ、マジで。まそうな同時紙で勝ってたのに。ダブルキルだろ、ふざけんな。しかも、めちゃくちゃ惜しい感出した声、何今の。あ、ぶっちゃけ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 、教えだろみたいな。下フルで言ってたの分かってるでしょ。離れたら負けるよ。普通になんでカフェテリアで噛んだの？酸素ルームの方で噛んだよ。酸素ルームで噛めば。いや、関係ない、関係ない、関係ない。一人噛んだらもう勝ちだよ。そしたらだって、面白いよ。あれができなくて。もう一回押すべきだったが。おい、足し算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 の世界だぞ。違う、違う、違う、違う。いやマジ見たらわかる俺のやつ。あとマジで1秒あった。え、やばいな。あれだな、ヤチだけだから、なんか、また怒るぞ、何か。無理だろ、絶対無理、絶対無理って感じ。いや、ヤチが奇跡を起こすかもしれない。マッチあるぞ、これ。え、え、このなんかやってる、このなんかやってる。で、多分トーマスの方噛んでるでしょ、これ。うん。あ、無理だ。あ、無理。カチ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 する音聞こえた。カチ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 。なんかもう完全に行っちゃったらめちゃくちゃ悪いよな。確かに。あそこまで私のせいもやろ。言ったとて。いや、結局、結局、いや違う。これ、ディーディーとヤチが噛めば噛んだ。陰キャがコノのこと見てたんじゃないの？え、どこどこ誰？まだだってディーディーなんか、いや、ゴカミか、すごいな。確かに、ディーディーとクンさんは。確定させちゃったのが、ヤチが。ヤチはどっからいるって言われて。すごいちょっと隠そうかなって言ってたんですけど。いやないいらない別にヤチ隠す必要ねえだろ別に。いや違う違う違う。おい待って待って、このなんか俺のせいにすんなお前。バカかお前。そうだよ。おい女。おい女。おい。この俺違う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 んだよ違う違う。ディーディーが陰キャ噛んだ時点でヤチが噛んだら勝ちなんだよ別に。だからヤチってバレていいんだよ別に。
しかもヤチくんディーディーはもうほぼしかももう分かってたし、まあ別にこれ噛めば勝ってたよ。え、あれヤチが噛んだら勝ってたんだ。そうだよ。ディーディーが4、2だから普通に2苦味で勝ってたよ。苦味で勝ってたけど、ディーディーが気力で溜まってなかったんすよ。まだ違う溜まるだろ。ヤチが噛めて、ヤチが噛んで勝ちだった。ヤチさん、あ、インポスターだ。あ、これは、あ、そうだって。あ、そっか、壊れちゃうよ。心が壊れた、心が壊れたやつさん。おい、お前、おい、ちょっと待って、待って、逃げない、逃げない、お前。心が壊れ、おい、ヤチ、お前のせいだぞ。そうやるやつは。え、なんか、やっぱ俺も算数合ってるよな。算数合ってる、ディーディーが噛めば勝ちだった。ディーディーで、ヤチが噛めば勝ちだった。え、さ、行ってこいのこいつに、待って待ってとか言うか、なんで待つんだろう。待って待ってっておもろいな。え、今噛んだ。うぇー、誰わかんねえ。ぐじゃぐじゃの状態で全員いたな。いや、やちじゃねえ今の。俺はいないから。陰キャさんが 100% ない。イリンがアルゴンと上行こうって言って俺ついてって、もうちょっと浮いた。で、つぶがいもちょっと浮いたのね。下にいたのコノとコノかヤチな気がする。コノかヤチかに。タスクしてたからガチでわからん。コノどこでタスクしてたの？誰がいたのかもわかんない。あの、あれあれ管理室のすぐ横にダウンロードタスクあるじゃないですか。あれやってたんか。インポスターかわかんないよね。ガチでわからん。誰がいたのかも本当に見てないから知らん。これは別にスキップでよくない？つぶがいの噛んだ。え、これ言っていいの？え、なんでスキップなの？なんでスキップ推奨なの？え、なにスキップなの？え、だって別にわかんないでしょ。だっていや、わかるよ。正直わからん。あ、これイケてですね。これイケてですね。これコノかヤチかの二択だよ。なんで、なんで言い方するの？私、ヤチ釣ってくれれば別に自分釣っても別にですよ。え、つぶがい下の方にいたのにさ、わかんないの？そんなぐじゃぐじゃしてて見えなかったけど。いや、でもぐじゃぐじゃって言っても、俺とイニンとアルゴンとヤチとディーディーとコノとつぶがいしかいなかったよ。でもわかんなかった俺。いや、で、誰が噛んだか絶対違うのは、イニンとアルゴンと俺は絶対 100% 違うのよ。え、これじゃあ、つぶがいって線もワンチャンないの？つぶがいの、なんかつぶがいがかんだかんだっていうことは聞こえたけど、うん、なんかつぶがいのリアクションは聞こえたけど、噛む人のなんかあれじゃなくない？そんなやるかな、どうだろう。つぶがいならやりそうだけど、つぶがいがメタメタするし、やりそうだけど、だなんかリアクションやつかコノの二択ね。わかんなかった。コノ、コノ人狼じゃね？コノが人狼だわ。まあ、どっちでもいい。見づらかったからコノ人狼じゃね？別にいいですけど、ヤチも釣ってくださいね、それやるんだったら。これヤチだな。それ釣られるんだな。釣ってくださいねって、なんか、キルが起きないと釣れなくね。ミレ。いや、いいよ。別に、ヤチ釣ってもいいけど、ヤチまで釣って。ヤチまで釣ってくんね。いいの、この。いや、お前だけ。いや、お前だけしか。お前だけしか。そう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 。いや、今から。両方釣ってができないから、それが言うのは、ちょっと、厳しい気がする。じゃあヤチする？両方釣って。じゃあヤチする。あのね、もう一人も釣るはないし、どっちかしか殺さないから。このどっちかしか殺さない。もう一人道連れさせようなんてしない。どうする？ヤチ釣っちゃったもん。これなんかみんなヤチヤチ。え、コノさん、いやこれやばい、これ。いや、コノさんだこれ。すで、あのね。見てて、ジョージ不安定だよ。あのね、全体に合わせるっていうのはいいんだけど、人狼がもう二人仲間がいるんだよ。なのに。え、イケメンさん、さっきスキップがいいって言ってましたよね。全体に合わせるってことは、え、だから関係なくて、そんな、なんかスキップかどうとかは。いいよ、無駄な。何いや、多分、野茶が入れてる。嫌われてる？なんで分かったの？え、なんで分かったの？分かるよ、そういうの。のじゃじゃ？のじゃじゃさっきさ、左上部エンジン出しょ。俺もアドミン見てて浮いてた人なんで。コノさんの食べてる。俺、なんも容疑者じゃない。そうそう、絶対のじゃじゃで違うって言った時に、あ、こいつ上部エンジンで一人聞いたやつだと思ったもんね。ちまち、聞いてきてみ？ちゃんとアドミン見てたから、いいよいいよ。多分、つぶがいがね、なんか、絶対噛んでる位置見えたと思うんだよな。カフェテリア行きますか、そろそろ。固まってるカフェテリア。でもう噛まないかな。どうだろう。ポンポン食べてるよ。いや、ここか。え、つぶがいあるんだよな。あ、つぶがい！入ってくれ、入ってくれ、入ってくれ。敵横、敵横の噛んだ。つぶがい、つぶがい、つぶがい、つぶがい。殺したがり。無理あります。じゃあさっきのもつぶがいっていいのか？あの、さっきどこで死んでたの？違うって今。聞いてないんだけど、え、カフェテリアじゃないの？あ、敵横じゃないの？今は。いや、つぶがい、今のは無理だべ。え、嘘下手じゃない？まあ、つぶがい、とりあえずつぶがい入れ。これ、イニントデキヨコだじゃあ。イニントデキヨコと、ヤチだ。マジでこれだって。多分だけど、ヤチが人狼で、本当にヤチが噛んだんだけど、
だからつぶがい見てないって言ったのかなって気がする。まあ俺もなんかそんな感じする。つぶがい見える位置だったらさ、なんかいつも誰噛んだって騒ぐんだけど普通に俺が二人とも噛んだけど私何もしてないよ。ヤチ多分村かもしらん。いやあれコノヤチの時点でコノに塗ってればよかったんじゃないですか。違う、俺わかんないけど俺がディーディーもインキャテンセも噛んだ。噛んなくなってきた。だとしたらやばいな、あのリアクションするのやばい。だとしたら通報しないのやばいけどね。ヤチがヤチが通報してなかったらやばすぎる。情報が見てないから全部わかんない。もう勝ちだろ。スケルトやっぱ無理、スケルト無理ってか、トロールが見しすぎ。正直これで人狼負けました、悔しいですわ。もう通用しない。あ、どうした。今んとこさ、噛んだ噛んだの論争に一回も入ってないから、ずっとのけものされてる。俺も分からんから その中でさっきの上辺陣言ったのじゃじゃ確実に違うし、楽しそうやね、さっきのターンも一緒にこう言ったからのじゃじゃは確実にさっきのキルは関われないんだなってことでついてきてる。楽しそうだよな、みんなあんなアモングアスしてるって感じ。俺らしてないわ。敵横はどうしようかなって言いながら右に行ってた。どうしようかな、まだ行ってる。まあまあ、カエルコノとかか。敵横がずっとどうしようかなって言ってる。どういうこと。いやなんか、あ、いなくなってる。マジでさっきからずっとどうしようかなって言ってる。アルゴン人狼、あ、いや、違いますよ。んとか、かましてやるぞ。なんかね、余裕だ余裕だ言われてこっち来いよ。いやそんな一回も進路なってないんでね。なんか どこがいいかね。まあなんかコミュニケーションとかでいいんじゃない。タスクしなかったらまああれだし、はい、こことかどう。いやダメ。ここでもいいよ、この辺とか。こっちの方がちょっと割りにくいじゃないですか。じゃあここで、ここで、はい、よろしく。あれどこ行った？おーい。あ、こっち、アルゴン、こっち。おい、こっち。もうそんなことバレちゃうよ。もうバレちゃうよ。おい。まったく、近頃の人狼は。通信室これ死体じゃない？違うかな？あー、かも。人は、こう合わせる。この。はい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 、はい。無理だね。俺らクルーです。俺らクルーです。はい、見ました。はい。コノが噛んでた。いや、やさぐれすぎでしょ、それは。いや、コノが噛んでた。コノが噛んでた。あ、じゃあコノか。コノか。コノか。コノが噛んでた。そっか、私だったか。私もちょっと記憶がない。いや、コノがシェイプインポスターだって噛んでた。なんで分かったんだ、だとしたら。いや、俺は動きでコノって分かる。はい、コノ入れるよ、じゃん。はい。待って、カエル、待って、コノ入れるよ、はい、入れた。カエル、カエルはマジで違うじゃん。カエル、え、本当に言ってる、本気で言ってる、それ。本気で言ってる。何、誰が噛んだの。カエルくんカエルくんなの。カエルくんだよ。いや、俺の意味がわからない。ちなみに、誰入れた。これ、これ負けたな。ノジョ誰入れた。カエルくん。いや、違う、コロ、え、コロ、お前、村でお前やってんの、それ。は村だよ。カエルくんだよ。お前大丈夫か。カエルくん、カエルくん。え、どういうこと。俺クンさんに、コロがダブルキル失敗したんじゃない。俺もクンさん入れちゃったよ。じゃあ、コロとクンさんが対立じゃないの。俺がカエルくん入れたらどうするわ。あー、終わった。待って、終わったら。これカエルくんだって。カエルくんこの人見たんだって。最初のは茶番でしょ。じゃあなんで最初に言わないの、それ。意味が。いや、なんか急になんかクンさんが私だって言い始めた。クンさんは私、カエルくんこの人の見たこと思ったの。違う。クンさんはカエルくん殺してるの見てないの。いや、だから、カエルくんは俺の後ろにいたから絶対ありえないでしょ。じゃあ、カエルくんが殺してたよ。このカエル俺で行く。何よ。どういうこと。じゃあ3人なら絶対大丈夫でしょ。いや、これ嘘だな。普通に多分どっちも人狼なんだと思うけど。どっちも人狼だったらもう今噛んでるのだろうな。え、カエルくん。どっちも人狼だったらもう噛んで終わりだろ。下行くぞ、ここ。カエル先、この女亀。泣きますよ。いや、
どういうことかね。こいつクソ茶番してたってこと。いやだ、すんな、もう勝手に教授に追加するな。次に俺をかな。泣きますよ。いや、かわいそう。さすがにお前に花を持たせてやる。あとはお前が決めろ。ここに誰も現れなかったということはお前の勝ちだ。いや、ここでかも。わかりました。ここですが、うん、ドキドキしてろ。運命に、じゃあドキドキしてろ。運命に従います。強人、強人。いや、強人だ。やばい、やばい。さっきも通報されなかったんだけど。あ、終わった。運命味方しなかった。もう運命が味方しない。運命の歯車が悪い方に回ってしまった。味方せず。いや、出来横が入れた人に言える。でも、どこ自分の心に信じなさい。噛んだ噛んだ、目の前で噛んだって、くんさんが天命尽きる。噛みました。いや、やっぱやつのつぶがいじゃん。くんさんの対立かと思っちゃって。違う、人が死んだらあんぐらいパニックで、やっぱやつとつぶがいじゃん。ガールドトーマスだよ。だから、今2人いたら終わるよ。俺のジェスずっと端っこで遊んでただけなの。タイミング。お前、普通にわかんないからな。天命尽きたなぁ、カエル。ちょうど、ちょうど来た、ちょうど来た。なんか、噛んだの俺はバレなかったじゃん。ガチで意味わからん。ねえ、天聖ガチで意味わからん。おい、いや、つぶがいとやちと変えるでしょ。つぶがいじゃん、なんで、なんでお前バカだろ、お前。お前、やちとつぶがいだろ、バカじゃん。おー、それは頑張って。それはバレないから。いや、コロさん、いや、あの、コロに投票したのはバカ。俺が、コロ、え、コロじゃねって言ったら本当にコロに投票されちゃった。雑塗りで味方打って意味わかんない。俺らの絶対クエさんさ、俺がさ、アルゴンに人狼だろお前って言ってたら、アルゴン、別のアルゴンが来てアルゴンが殺された。ではジジイです。面白かったですね。ジジイです。ちょっとさ、次回はさ、あれ入れね、あのモッドでさ、ちょっと人狼強くしね。強人入れたり人狼強くしたりしないと。別陣営とかもあるんです。そう、別陣営とか入れないと。さすがにちょっとインポスター負けすぎだから。いや、俺なんかね、負けなってきた。いや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 、ユダイが悪いだろ、今のとこ。いや、総合点的にどの組み合わせでも、だってこれ時点でそもそもインポスター超絶有利ルールだから、それですら勝ててないから、あんまり。ちなみに僕はインポスターに2回勝ってます。まあだって、モッド自体が喋れる時点で、そうそうそう、もうそもそも喋れる時点で、インポスター側が不利な。あんまり僕は試合絶対、僕はインポスターに2回勝ってます。僕はインポスターに2回勝ってるんで、別にそういうのは導入しなくていいです。さっきの試合めっちゃ不利な話してるじゃん、何言ってんの。ここでできる心してもんまじもんまじ。待って、俺も協力するじゃん。分かった分かった。あの、何がしたいかは、あのね、言葉じゃなくて心で理解した。俺も協力するだから。あれあれ無理だね。俺ら狂う。